探したんだけどちょっと見当たらなくて、もしかしたら前のライブ会場置いてきたかなと思いながら。外れ取れてた。ちょっと最近あんまり配信できてなかったので、あの15分ほどだけ喋って、特になんか報告とかあのお知らせとかはないんですけど、ちょっと15分ほどだけ喋って終わりたいと思います。バングさん、キュンです、ありがとう、お久しぶりです。明日はなんとなんと、みどりんさん、口の蝶ありがとう、のうさん、あんこさんありがとう、ぼんぐさんありがとう、ありがとう。ファンクラブ配信はあの今月の終わりかぐらいにやろうかなとちょっと言って組んでるんで、ちょっと待ってね。のうさんハートありがとう。明日は対バンライブがございます。あの下北沢で、下北沢のデイジーバーであるんですけれども、来てくださる方、明日はね、髪の毛がさ、ちょっと朝起きて何も前髪しか色してないんで、あんま見ないでください。アンナさんはその曲、クレナはあの、あなたが寝る前、ん?眠る前にあなたの声だっけな、みたいな感じの曲がすごい大好きで、竹千代さんフォローしました、ありがとうございます。明日はね、あのアーティストさん4人出るんですけど、あのゆうさんと徳久れなさんと辻里夫さんとの対バンライブで、あの私は3番目に出るので、だいたい20時20分ほどから出番になります。はい、ちょっと4名出るので楽しみたいと思います。ポンゴさんファイトありがとう。はじめましてだっちゅ、こんばんは、こんばんは、お初です、ありがとうございます。竹千代さん、物販は終わった後にやりますね。こまみちさん、口のやつたくさんありがとう。今日の話方が変わってる、いつもと。嘘、配信で見るよ。お、やった、ありがとう、好きなんだが、ありがとうね、こんばんは、こんばんは。白飛びがすごい、それな、ちょっと許して、ちょっとスタンドがないからさ、手で持ってるからさ、ちょっとあれなんですけれども、黒の洋服やとあかんな。こんばんは、ちょっと明日は晴れるのかな。お、4週連続ショールームのクレナのチェキ無事に受け取りました。お、ヨンビンさんよかった、おめでとうございます、ありがとうね、4週間。青メガネさん、下北の
下北お客さん本物志向が多くて良いと思いますよ。いいですよね。下北って本当音楽の街っていうクレナの中でもあるので、またできるのが嬉しい。豊さん、若井さん、花束と口紅ありがとうございます。あ、午前中雨なの？でも今回明日は夜やね。なんかね、一番最後がさ21時過ぎとか、多分22時ぐらいまでやるんだけどさ、なんか気のせいかもしれんけど久しぶりな感じ、こんな夜まで。そうでもないのかもしれないけど、久しぶりな気がする。結構夜やな。ザーザー、嘘。クレナ、たまには東京でも東側でやってもらえると移動が楽なるほどね。東京、下北沢が結構多いもんね。確かに。なんか今肌荒れがやばくて。そうなんですよ、また。悲しい、つらい。下北沢同じ都内でも1時間20分ぐらいかかる。それは遠いね。それはちょっと遠いね。大変だ。化粧水まだ合わないの？ではないと思うんだけど、なんでかわかんないけど、すごいね肌荒れしてて、だから薬飲んでる。マイクを手でね、食うのもそんな感じがして、今外したなんか持ってるなって思っちゃったなと思って。そう、髪がボサボサ。そんなことないよ。ちょっとほら、こんばんは。こんばんは。マグさん、かわいいな、ありがとう。髪の毛隠した、正直に言う。マグさん、かわいいな、ありがとうございます。ありがとう。今日はこの配信だけに化粧をしたので、この配信15分ぐらい終わったらすぐ化粧を取って薬を塗って過ごしたいと思います。明日に備えて。ミータさん、尊いのありがとうございます。とさ、ファンクラブ配信を31、もう今月の一番最後の日に配信しようかなと思ってまして、19時から。ミータさん、かわいいな、ありがとうございます。なのでぜひ来てもらえると。結構前のイベントやったもの、プレゼント企画のやつもお家に届いて、やっと開けたので披露できたら。若井さん、流れ星ありがとうございます。それにしたのもってなると思う。たけちゃん、ハートありがとう。楽しみにしてて。
皆さんご飯を食べましたか？ちょっと私もスーパーで天丼を買って2、3口だけ食べた。後で食べようと思って。カレーいいね。明日お楽しみに。焼きうどん、焼きうどん久しぶりに食べたいかも。なんか最近全然食べてないかもしれない。クナは天丼1食目、今日のあのファンの方からもらったあの手羽先味のポテチみたいな、なんだっけあれ、あのねお菓子をちょっと手止まんないままパクパク食べちゃって、以降は全部なくなってはないんですけど、半分ほどだけ食べちゃったぐらいなんやけど、そう、それを食べてチップスターか、なんか 2食目なるのかな、ご飯と捉えると。豊さん、ハートありがとう、ありがとうございます。え、止まらんよね、美味しい。ちょっとファンの方からさ、食べ物あのお土産とかさもらうことが多くて、それこそあのあれ食べましたよ、ひろふみさんのあのだるまもう食べたし、クレナのもらうやつってクレナが外出たくないっていう時の食べ物になる。ありがとう、ラーメン好きなのがバレる。は、ひろふみさん出れます、ありがとう。サムさんこんばんは。そう、プレゼントの郵送先なんですけど変わって、一応ストーリーのあの下にさアーカイブみたいの載せれるところであの残してあるんですけど、あの変わってあります。遊びに来てありがとうございます、こんばんは、こんばんは。プロフィール、ツイッターのプロフィールどうなってたっけ、ちょっと後で見てみるわ。なんかツイッターさ DM をさ開いてた理由としてはお仕事来るかなと思って一瞬開けたけど、あのメールの方に来るからそうそう閉じようかなと思ってる。正直言うとプレゼント先とかお仕事はこちらとか書いてるし、確かにそうするわ。食べるプレゼントと服のプレゼントの中で最近は何がもっと好き、もちろん2人ともいいけど、でも洋服はやっぱり着る。そう、食べ物ってさなくなっちゃうじゃん、でも洋服ってなんかやっぱ着る。だからさクレナがさあの気分でこうやって着たりとか写真アップとかでさあの結構あの自分が送ったやつはとかあの言われること多いんですけど、クレナマジで着てるからさ、だったら載せてほしいと思うよね、ごめんね。そう本当に着てるんです。だから安心してほしいなと思う。よ。
食べ方、食べた方が残る、食べた方が残る。あ、そうなんだ。叶えたいよ。ぜひ会いましょう。食べ物系はありですか？そうだね、なんかあの冷凍物とかは多分受け取れないんですけど、あのでもどうなんだろう、まあ一般的な常識なものやったら嬉しくっていう感じですね。こんばんは。え、激辛菓子？え、食べたい。辛っつって。お疲れ様です。お、ありがとうございます。お疲れ様です、スッキーさん。そう、YouTube はね、もう一回確認してみよう、今どうなってるか。でも今月中には載せたいっていうのをお伝えしてるので、ちょっと聞いてみます。え、ねえ、なんかさ、ちょっと今ふと思ったんだけどさ、昨日コンビニ行ってさ、あれな、どこだっけな、ローソンかな、ローソンでさ、ハッピーターンの期間に入ってるみたいでさ、ハッピーターン時のエルチキとかさ、唐揚げくんとかさ、なんか売っててさ、めっちゃテンション上がって買わなかったんだけど、テンション上がったの、食べてみたいと思いながら。え、びっくりした、ハッピーターン。なんか前に並んでる方がハッピーターンのエルチキ一つって言ってて、え、そんなのあるのってなって。だってペヤングかさ、あの焼きそばのやつ、カップラーメンでもあのハッピーターン味のやつがあって、食べてみたいと思いながら買ってないんだけど買ってないんだけど、ちょっと次見たら買おうと思って。え、ごめん、テンションめっちゃ上がった今。びっくりしちゃったの。え、ハッピーターンの焼きそば買ってよ。え、食べた？食べた。美味しいのかな。おかえさん、レインボースターありがとうございます。ハッピーターンくんの大好きでさ、ハッピーターンのあの周りについてる粉が好きで、 YouTube とかでやってる方いるじゃないですか、粉だけをめっちゃ集めて食べるみたいな。あれ本当にしたいぐらい。今週末に食べる予定。ちょっと聞きたいな。今週末か。ちょっとまた待ってます。どんな感じか。24に出たんやったら、あ、一昨日に出たんだ。だったらまだ、あれやな、なくならんね。そんな急がんくても。買いに行こう。食べたい、マジで。最新の商品。ハッピーターンのドリンク、え、そんなあるの？捨てないでしょ。ドリンクはないんじゃない？さすがに。なんかコンビニとかってさ、どん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 いろんな商品が出てきて面白いの出てくるよね。なんかね、ハッピーターンもそうやけど、なんか飲み物とかでもさ、あのいろんなのが出てきてるから。さっき食べた？ハッピーターン？ヒロさん。本当に？クレナ今は何のアプリ一番してる？ポコポコ。ポコポコ。ハッピーパウダーっていうの。ピーターン好き。ハッピーターンの洋服はなんか可愛いやろな。ドクターペッパー、ペットボトル飲み物見て、美味しいよね。あんまなんか飲んだことないけど。ゆりやさん、お疲れ様だよ、好き、ありがとう。え、ハッピーターンのやつ食べたい。探してこようかな。ちょっと見たから今さ、あの、え、飲み物もあるの、ハッピーターンの。甘じょっぱいからカフェオレだから、
微妙。カフェオレのハッピーターンズってこと？ってこと？ちょっと 手で持ってるからちょっとめっちゃ揺れる、ごめん。っていう音だからずっとつむつむやってます。つむつむさ、昔 LINE 結構消したりとか、期間限定のつむが出るからさ、お母さんがめちゃめちゃやってて、めちゃめちゃ集めてるんですよ昔から。だからなんかそれを見るとやる気がね。恐竜のうんちゃんドーナツ早く食べてください。急がないと。1ヶ月ぐらいじゃない？1ヶ月もたないかぐらいじゃない？多分ドーナツやと。そんな長くないで。リリース当日からやってます。それは強い。すごい。和彦さん、そのうち化石に、あのいいね、うんちゃんドーナツ化石。スタバの新作、あの今出たやつ、あのね、誕生日の時にさ、結構友達とかからスタバのドリンクもらって、で今そういちごとチョコみたいなやつが出てて、それだけ飲んだけど、メロンの飲み物ってどうなんだろうって思ってる。この前ヘジがインスタライブしてくーちゃんの話をしてくれたよ。今度いつか2人で一緒にショールームとかインスタライブしてください。確かにしたいんだよね。このヘジの歌声好きだからさ、なんか優しい感じだから、なんか一緒にできたらね。ちょっとヘジちゃんはセクシー女性になってきてるので、あのいつもああいう服装に合うのはすごいなと思いながら仲良しです。ねえ、アングルとしては同じくらいやと思うんやけど、こんな感じで上から撮って。そんなこともない？そんなこともないか。もう美人だから、肘は。またなんか一緒にできるといいなと思いながらですね。はい、もう15分経った？もうなんか経ってそうな気がする。美人目の前にいますが嬉しい。ドラえもんの歌を歌ってたけどって、ドラえもんの歌を歌うの？25分経った？じゃあそろそろかな。まるさんおかえり。今の家着いた。じゃあ他にも家あるってことか。お疲れ様。25分経ったよって正直に言ってくれる方と、3分だよってまだ経過してないよって言ってくるちょっと怪しい人がいる。肘は結構あの当時から仲良くって、なんかすっごいめっちゃ仲いいってほどでもなく、お互いになんか会ったら喋るっていう程よいなんか距離感、なんだろうね。ひじはもう本当に誰にでも優しいので、なんか自分を犠牲にしてでも、あのなんだろう、優しくなっちゃうぐらいの人なので、ありますけれども、
でもなんかだからこそ分かり合える部分もあって、あの相談とか結構するね。こういうことがあってってですね。だからなんかまたなんか肘とはなんかね、一緒にできたらお仕事とか思ってるので、楽しみにしてください。ということで、そろそろ終わりちゃいたいと思います。終わりちゃいたいと思います。また明日ライブあるので、ぜひ皆さん、あの来られる方は気をつけていらしてください。配信見られる方は、あの全体的にだいたい2時間以上は多分あるので、ちょっと楽しんでもらえたら。4名のアーティストさんが出るので、私の出番が20時20分ぐらいになって前後する可能性もあるんですけど、見に来てもらえたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。ではランキングに移りたいと思います。13位まるさん、ありがとうございます。12位 K さん、ありがとうございます。11位香港の KK さん、ありがとうございます。10位チップさん、ありがとうございます。9位チェキさん、ありがとうございます。8位タケちゃん、ありがとうございます。7位コマメチさん、ありがとうございます。6位しげちさん、ありがとうございます。5位ひろふみさん、ありがとうございます。4位ミートさん、ありがとうございます。3位ゆたかさん、ありがとうございます。2位ボングさん、ありがとうございます。1位わかりさん、ありがとうございます。ひろふみさん、かっこいいのありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、ありがとうございました。ではでは、あら、え、ボングさん、え、パンドちゃんパンドちゃん、え、何、タワー、ありがとうございます。パンダタワー、今こんなの出たんや、すごい、ズッキュンされてるパンダちゃん、ありがとうございます。ブングさん、明日頑張って、頑張る、ありがとう、ありがとう、よしよしありがとうございます。 MK さん、お花ありがとうございます。ありがとうね。ではでは皆様、あの明日楽しんでいきましょうか。ブングさん、ハートとバラありがとうございます。ちょっと配信を見れる方も楽しんでね、行きましょう。この後もまだ20時前ですけど、今日も一日お疲れ様でした。明日で金曜日やからお仕事とか終わると思うんですけど、明日も一日頑張ってください。ありがとうございました。お、かずしさん結婚してんの、ありがとう。結婚していてプロポーズされちゃった、ありがとう。また明日待ってますね、明日待ってますね。では皆さん、またね、ありがとうございました。バイバーイ。